はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力の中で今活躍されている方、もしくは昔活躍されてこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、今日はですね、国際協力の中で JICA 海外協力隊出身で法制に関わる事業をされてらっしゃる木下さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけど自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、木下のぞみです。鹿児島県出身です。高校卒業後に法制工場で6年ぐらい勤務した後に、海外での留学とかワーホリなどを経て、その後東京に上京で海外協力隊に2年間エチオピアに行っていました。今現在は法制教育に携わっています。はい、ありがとうございます。法制っていうところもあまり聞き慣れない言葉なので、ちょっとそこからお聞きしていきたいなと思ってるんですけど、法制って何ですか。法制っていうのは、はい、ミシンを使って縫うっていうカタカナだとソーイングですね。なるほど、服を作るみたいな感じなんですかね。そうですね、はい、縫う仕事。なるほど、ありがとうございます。じゃあ今はその分野で活躍されてるっていう話だと思うんですけど、そもそも国際協力に興味を持ったきっかけって何かあったんですか。国際協力というか、海外に興味を持ったっていうのが国際協力につながるきっかけなんですけれども、もともと縫製工場に6年ぐらい勤務した後に人生について考える期間があって、はい、県外で働いていったので仕事辞めて地元に帰って、はいはいはい、ある時にファッション雑誌をパラパラと見てたら、なんか気になる記事があって。へえ、どんな記事だったんですか。ファッション誌の中に日本人の帽子のデザイナーさんが載っていて。ああ、そうなんですね。その方がフランスの学校出て活躍されているみたいな話だったんです、うんうんうん、それ見てどう思いました。かっこいいなと思いました。めっちゃかっこいいなと思って、はい、私もこの学校に行きたいみたいな感じでフランス語勉強したいなと思い始めたのが海外に興味を持ったきっかけです。あ、そうなんですね、はい、実際フランスとかも行かれました。その時は全然フランス語とかできなかったんですけど、うんうんうん、学校見てみたいなと思って、うん、つてを無理やり作って、はい、実際現地のマジ？それが初めての海外旅行で。でもすごいですね、身近にいるんですね、そういうつながれる方が。どうにかして探した。すごいな。じゃあ実際その学校にも行かれたんですか。はい、見に行きました。そうなんですね、実際どうでした、はい、日本とは全く違う場所ですごいキラキラしてて、先生に言われたのは、うんうん、フランス語勉強できなきゃついていけないよって言われて。そっか、そっか、まあやっぱりそうなんだみたいな、はい、なるほど。じゃあ学校に行ってすごく魅力的ではあったものの、言語っていうものが通じてくるんで、学校は結論通ってはないって感じなんですかね。行かなかった。行かなかったですね、はい、じゃあその後日本に戻ってきてどういう風にされたんですか。その後日本でフランス語を勉強したいなって、行かなかったってなる前にフランス語は勉強したいなと思って、鹿児島でどうやって勉強できるかなと思って、地元の大学で教えているフランス人の先生に出会った。あ、そうなんだ、はい、じゃあそれで出会ってフランス語を教えてもらう。そうですね、その先生も日本語を学びたいって言って、はい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 、ウィンウィン、そう、エクスチェンジして日本語を教えるからみたいな。で、その先生がきっかけで、うん、海外の文化とか考え方がすごく面白いなって、うんうんうん、今後につながる感じです。あ、なるほど。じゃあそこでフランスの方といわゆる言語のコミュニティの共有みたいなのをして、はい、海外っていうところがより興味を持っていったってことですよね。そこからなんか海外とかに行かれたりしたんですか。その後ワーホリのビザを取得して、はいはいはい、フランスに行ったんですが。フランスに行ったんですね。はい、その時にカナダのワーホリビザも取ったんです。え、なんで両方取ってたんですか。それは先生が、はい、フランスはもしかしたら落ちるかもしれない。え、そうなの。なんか結構厳しくて、その時でカナダのワーホリビザは取りやすいから、うん、一緒に取っといたらっていう。そんなリスクヘッジある。取れるのも知らなかったんです。あ、そうなんだ、はい、簡単に取れて。へえ。それで、はい、カナダに。あ、じゃあフランスは結論ダメだったんですね。行けたんですが、はい、ここでちょっと事件が、うん、え、何があったんですか。行った日にワクワクしてビザをこう見せて取るじゃないですか、はいはい、はいはいはい、その後にあれパスポートないみたいな。え。あれあれあれみたいな。結構慌てちゃって結果落としてるみたいな。え、どこに落としちゃったんですか。わかんない。え、そうなんだ。結構1日で終了みたいな。ワーホリ終了みたいな。終わった。え、でもパスポートないんで飛行機も乗れないじゃないですか。再発行します。あ、そういうことですね。その期間はフランスフランスにいた、はい、でビザも一緒にパスポートの中に入れていたので、うんうん、なんとか友達のお父さんが国際弁護士をやってる方がいて、うんうんうん、いろいろやってもらったんですけど、うん、ビザの再発行できないと。ああ、そうなんだ。だけど観光ビザで3ヶ月滞在できるよって、フランスに、はい、なったんで3ヶ月だけ満喫して
でも実際3ヶ月はフランスにいたんですね。フランス行って一応勉強してます。あ、そうなんですね。フランスの語学学校に申し込んでたんです。あ、そうか。ちなみにフランスの語学学校はどれぐらいの期間行かれるっていうところで申し込まれてたんですか？3ヶ月。あ、じゃあぴったりですね。それで3ヶ月でフランス語学びました、はい、じゃあもうフランスとはバイバイだねっていうところで、はい、残り9ヶ月をカナダのワーホリのビザがあるんでみたいな感じ。そうじゃないです。あ、そう、フランスはフランスで1年、カナダはカナダで1年あったんですが、フランスが結局3ヶ月しか滞在できないので、カナダのビザをなしにしたら、日本に帰国しないといけないっていう状況だったんです。そうなんだ、はい、でいろいろ調べたらフランスから直接カナダに行けるよっていうふうに決まったので、はいはい、3ヶ月観光ビザで滞在した後にそのままカナダに帰国したっていう。なるほど、そうなんですね、はい、じゃあフランスで3ヶ月間滞在して日本に戻らずカナダに行ったと。そうです。カナダはどっちに行ったんですか？モントリオール。なんでモントリオールに行かれたんですか？フランス語圏。あ、そうなんだ、ね、あくまでもフランス語ベースと。そうです。なるほど。カナダに滞在してた期間はどれぐらいの期間になるんですか？1年と3ヶ月ぐらいギリギリ延長して。あ、そうなんですね。ちなみにワーホリって基本的に僕1年かなと思ってたんですけど、はいはい、延長ができるんですか？あ、そうですね。あ、そうなんだ、はい、ちなみにカナダでは何をされてらっしゃったんですか？カナダは最初語学学校にちょっと通ったのと、はい、せっかくなんで仕事をしようっていうので、うん、レストランで働いたのとハウスキーピングの仕事をしたりして。へえ。え、基本的に使うのはフランス語ですか？フランス語です、ね、ハウスキーピングでもフランス語を使ってたんですね。あ、もう両方使ってました、英語も。そうなんだ、はい、ちなみに1年ちょっとワーホリでカナダ行かれるじゃないですか。一番印象的なこととかってあります？学んだこととかでもいいんですけどね。学んだことは今でいう多様性のところで、移民の国なので、いろんな国から人が来ていると。で、言語も英語もあるしフランス語もあるし、宗教もユダヤの人もいるしクリスチャンもいるし、それで宗教のことを話したりとか性について話したりすることが割と当たり前、はいはいはい、それで自分の主張をすることが大事なのと、受容するっていうことがすごく大事だなっていうのをそこの国で学びました。なるほど。そっか、じゃあそこの価値観の変化というか、日本では感じられないような価値観っていうところがカナダでは学んだことなんですね。そうですね。じゃあ1年3ヶ月ぐらいカナダにいて日本に帰ってくるじゃないですか、はい、帰ってきてから協力隊を受けようみたいな感じになったんですか？すぐじゃないんですけど、最初は鹿児島に1回帰って地元に、はい、でその後どこで働こうかなと思ったんですが、ま、地元はあまり要塞の仕事が少ないかなっていうのがあったんで、都会に出たくて東京に上京しました、鹿児島から、はい、大都会に来ましたね。そうですね、最初はドキドキしました。確かに僕も岐阜県出身なんですけど。あ、そうなんですか。すごいドキドキしましたね、あれね。じゃあ東京では何されてたんですか、その時は？その時は洋服の直しの仕事をしていて、洋裁の仕事をしていました。なるほど。ちなみにちょっと一点聞いてみたいなと思ってるんですけど、縫製とかその楽しさって何なんですか？はい、一つは完成した時の喜びとか、はいはいはい、お客さんいるんだったらお客さんが喜んでくる、はい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 、でもう一つは、ああいう手作業って無になれるんです、なので禅みたいな修行的なところが。そうなんだ、はい、確かにちょっと分かるなと思ったのは、自分が時間をかけて作ったもの、あとは気持ちを込めて作ったものが一つの形になるっていうのは確かに楽しさの一つにはなるのかなと思いますね、まあ、そういった形で最初は海外に興味を持ってたけど、いろんな文化とか海外の文化とか習慣とかをしていくことで海外のことをより興味を持っていったっていうところから国際協力っていうところに興味を持っていかれたって感じなんですかね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとこの動画では木下さんがなぜ国際協力に興味を持ったのかみたいなところをお話をお伺いしたんですけど、次の動画では JICA 海外協力隊では何をしてたのかっていうところをお話をお伺いしたいなって思ってます。はい、本日はありがとうございました。